大民通行宝賞。大名宝賞とは中国の明王朝が発行した紙幣を指す。以後、宝賞と略記する。1375年から発行された宝賞は歴史上で最大の紙幣とされている。民の貨幣制度は全王朝のもとを引き継いだ部分がありつつも王朝を通じた統一的な貨幣政策は存在しなかった。民では、小額の取引用として、 銅線、高額取引用として宝賞が発行された。中国では、宋の時代から紙幣が使われていたが、宋の紙幣である講師や、元の紙幣である交渉と異なり、民の宝賞は臨時支出の手段として断続的に発行された。宝賞と銅線との固定レートは設定されていたが、価値を維持するための政策が不十分であり、価値が下落していった。 元朝の紙幣である交渉。民の初期においても流通した。前王朝である元では、交渉と呼ばれる紙幣が流通していた。元の支配が崩れると各地で独立勢力が没興し、その一人である主権省は呉を建国する。当初の政府は独自の紙幣は発行せず、銅線を発行する政策を取った。銅線発行の組織として南京に宝源局を設立し、 1361年に大中通報を発行して私意を禁じた。王朝交代期の戦乱によって民間の価格は米一国イコール三千分だったが、物価上昇を抑えるために、漢字化は米一国イコール千分とした。また、貨幣の交換比率は、現状時代の単位を引き継ぎ、大中通報の計算単位は400分を1巻、40分を1両。 4分を1銭とした。大中通報と交渉の交換比率を定めることで、交渉の流通を維持し、経済の混乱を最小限にとどめるのが目的だった。こうして、宝賞が発行されるまでは民においても交渉は使われ続けた。また、大中通報には、同線の規格統一によって、物価を安定させる効果も期待された。主元賞が、民の初代皇帝。 公部帝どとして即位した後、明政府は1374年9月に宝賞を発行する組織である宝賞日下げ挙手を設立し、1375年3月に大民通行宝賞を発行した。当初から宝賞は同線に比べて偽造しにくい点が評価されていた。宝賞の価値を管理するために以下のような政策が行われた。偽造者の残罪と密告の奨励。 宝賞一貫イコール銅線千分イコール銀一両、イコール金2.5千のレートの設定。宝賞の種類は一貫500分、400分、300分、200分、100分の6種類。民間の金銀使用の禁止。商業税を銅線3、法賞7の比率で納税するように定めた。貴金属の使用を禁じて宝賞を流通させることで、明政府は、 元から続いていた交渉宝賞に切り替えることを意図した。宝賞の発行額は明確な資料がなく、推定で1385年頃に年間500万から600万条後部帝後半期は1000万条前後である。宝賞の回収額は後部帝後半期で400万条となる。元の交渉と比べると発行額、回収額ともに少ない。発行のペースは、 毎年一定額を発行する形式を取らず、断続的だった。発行した宝賞の用途は当初は軍人への召使であり、1385年以降は臨時的に使われたと推測される。形状的な財政のために発行されたのではなく、この点でも元の交渉とは異なる。紙幣である宝賞は、高額取引用、銅線は、小額取引用に流通することが期待され、 公式には、宝賞と銅線のみを使うように定められた。しかし実態としては、銅線と宝賞は共に発行額が少なく、発行ペースが断続的であり、財政の主軸となる貨幣に欠けていた。銅線の原料となる銅が不足していた点や、民の財政が実物を中心にしていた点も原因だった。15世紀前半になると、これらに代わって、銀城が、 支払いや流通で普及していった。民は高難の生産に支えられた実物経済の時代でもあり、布山井も高額取引に使われた。紙幣は金属貨幣に比べて発行が容易だが価値を維持するために発行額や回収額の管理が重要となる。元政府は前半においては政策が成功していた。しかし明政府は 当初から宝賞の価値を積極的に維持する政策がなく、後部三角の時代から価値の下落が始まった。1376年は、賞一貫イコール米一国だったが、1385年は、賞一貫イコール0.4国、1397年は、賞一貫イコール米0.2国、1402年は、賞一貫イコール米0.1国となった。 同戦との工定レートは、小一貫イコール1000分が固定されていたが、民間では同戦に対する宝賞の下落が進んだ。民間でのレートとして、1390年は、小一貫イコール1250分、1394年は、小一貫イコール税百6 0分という記録がある。宝賞の価値を維持するために、元でも行われていた投商法が実施された。 これは破損したり、古くなった宝賞を3%の費用で診察に交換するものであり、そのための組織として業用庫が設立された。交換を保証して宝賞の下落の防止を狙うはずだったが、制度としての運用は不十分だった。その理由として民間による蔵賞のレート問題があった。民間では蔵賞を使う取引では、 通常の宝賞の2倍の価格になっており、処理はこれを利用して利ザを稼いだ。宝賞は二重価格が存在したことになり、1390年にはこの行為が発覚して行用庫は廃止された。行用庫の廃止は、明政府が宝賞の二重価格を放置する結果につながり、宝賞の価値はさらに不安定になった。明政府は対策として、銅線の発行停止と、 金銀使用の禁止を合計7回実施したが、民間の銀使用は止まらず、銀の価値を高めて宝賞の下落が続く結果となった。明政府は、さらなる対策として、塩の強制販売をして宝賞で支払わせる、国行食園法を制定した。英楽三角の時代には、首都を南京から北京に遷都する費用の調達が必要となった。そこで1409年に、 北京に宝章日下げ巨子を設置して宝章を増発したため、宝章は激しく下落した。戦闘組門の時代には、江南経済の発展で実物経済が主軸となり、宝章の再建が試みられる。1429年からは運河に小石と呼ばれる石章を設置して宝章で船量を徴収したが、宝章の価値は維持できなかった。 宝賞についての最後の記述は、明政府の行政法令集、大民開転にあり、1489年に宝賞を売買した場合の処罰が書かれている。これは、宝賞を骨董品の商品にすることを禁じるのが目的だったと推測されている。国外からの銀の流入は、民の貨幣制度を大きく変えた。ポルトガルとスペインが中国に到達し、 中国の物産を買うために大量の銀を支払った。ポルトガルはマカオを拠点とする南蛮貿易で和銀と呼ばれる日本産の銀を運んだ。スペインはガレオン貿易やマニラガレオンと呼ばれる定期航路で中南米のポトシやサカテカスで採掘した銀を運んだ。明政府も銀による納税を認め、一条弁法という銀本位制を定めることになる。民の次に 中国を支配した清王朝は民の紙幣政策が失敗した点を参考として紙幣を発行しなかった。民間では重量がかさむ銅線や銀貨を運ぶ代わりに金融業者の銭層が預かり賞を発行するようになり戦票と呼ばれて市場でも流通した。新政府が紙幣を発行するのはアヘン戦争や太平天国の乱などの相次ぐ戦乱で 歳入不足に陥った1853年のこととなる。一巻の大民通行宝賞。1個100分の銅線の束が10個あり、額面を表している。発行年月日は空欄で印刷後に書き入れた。宝賞は、藁らと桑の樹皮を素材として作られた。用紙は、青みがある灰色を押しており、当時の静止技術のためか、厚さが均一ではない。印刷は、 同板一色であり、最上部に、大民通行宝章の文字、中央に、額面金額の数字と銅線の束があり、枠には、皇帝権力を示す竜の模様があった。下部には、発行機関である、戸部、打管文言、偽造処罰文言がある。発行年月日は、空欄で印刷した後に墨で記入し、年号は、皇帝が変わっても、後部を使用し続けた。 会員は朱色で中央に2箇所、里面に1箇所を応援した。寸法は縦338ミリ、横220ミリあり、歴史上最大の紙幣と言われる。ありがとうございます。